て第2部に移ります。司会の向井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、加賀月といえば競技大会の決勝の会場を思い浮かぶという方もいらっしゃると思います。高槻城公園芸術文化劇場です。あのキリシタン大名で有名な高山右近が城主だった高槻城の跡地にあります。お城といえば日本人の心のふるさとの一つとも言えます。私たちには馴染みの深いお城ですが、江戸時代までに建てられたもので、今も天守が残っているのはたったの12畳です。ではそのうち国宝に指定されているものはいくつか皆さんご存知でしょうか。関西には姫路城と彦根城の2つの城があります。実は松本、犬山を加えた5つのお城だけが国宝に指定されています。今日はこのお城をテーマに発表させていただきます。まずは原尾城さん、熊本城です。黒い城の堂々とした熊本城を阿蘇山有明海という壮大な景色の中で詠んだ詩です。それでは大西汽船が吟じます。
荒川和夫さんが吟じます。どうぞお聞きください。Oh!
おるい行くかいか自然に注ぐ I know.
忍者の皆さん、お疲れ様でした。歌を歌ってくれた可愛い忍者の2人は、野崎観音支部の島崎千夏ちゃん、龍斗くんの仲良し兄弟でした。そして、元気いっぱいのこの一は杉本さん。そして走り回ってくれた忍者は、寺川支部の皆さんたちでした。実は今日の衣装は伊賀上の支部の岡森さんがこの日のために伊賀上の観光協会からお借りいただいた伊賀忍者の衣装でした。また出だしの忍笛は園部さんでした。ここで得意の忍術を披露したいところですが、残念ながらこの辺で失礼をさせていただきます。さて、忍者にふさわしい詩吟ですが、いろいろ探してみました。そしてぴったりの詩を見つけました。温風詩物作具雲です。霧のようで霧ではなく、もやに似ているがそうでもない。また雨かと思えば雨でもなく、辺りはぼんやりしている。しばらくして一陣の風が吹き起こって、その後には一筋の雲が現れたという内容で、もやもやの中から突然正体が現れるというのは、まさに忍者を歌っているような詩です。それでは雲を中野公よ中村公家の二人が読みます。Thank you.
り君が術をかけようとしています。カエルにうまく変身できました。カエルといえばこのポチャンと飛び込む音がすごく特徴ですが、これだけで思い浮かぶ俳句、皆さんすぐにお分かりでしょうか。そうです、古池や河津飛び込む水の音です。松尾芭蕉の最も有名な句で、芭蕉が松風徘徊を確立した句とされています。伊賀上野といえば松尾芭蕉生誕の地で、忘れてはならない人です。奥の細道の作者としてよく知られています。地方のあちらこちらを巡っていたので、隠密の旅で忍者だったのではという説もあります。今日は伊賀上野の支部による芭蕉の俳句を吟じたいと思います。まずは古池屋です。そして奥の細道より各地を巡り歩いた順に、岩手県の平泉で読んだ夏草や山形県立石寺での静かさやと、最上川でのさみだれを、そして最後に新潟県出雲崎での荒海屋を、伊賀上野の支部の鈴木白石、奥谷真澄、小川水槽、岡森宝泉、桜井宏氏が順に吟じます。どうぞお聞きください。
静かさよ静かさよ岩にしみセミの声岩にしみるセミの